全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしておるかな。わしの名前はアーキドじゃ。今回は先日投稿した負けるたびに、ポケカ一箱購入罰ゲームの開封パートやっていこうと思うぞ。まだ見てない人はそっちの動画も見てほしいんじゃの。ということで今回はこの漆黒のガイストね、ちょっと前のポケカかな、手に入れたんでがっつりと開封していこうと思うぞ。ポケが開封なんて本当に久しぶりだから楽しみなんじゃな。早速開けていくぞ。ピッピカチュー。それじゃあ早速1箱目からやっていこうかな。そもそもね、ポケカの環境が今全く分かんなくて、ちょっとあれなんじゃが、まあそのデッキ、強いデッキみたいなの調べて、なんかクロバドレックスデッキが出てきたんで、まあ今回の目標はクロバドレックスをたくさん引くことじゃな。早速やっていこう。メリープ、ポワルン、ゴースな、これね、パルシェの中身な、タピオカみたいなのつけたケロロ軍曹、ラッキーエネルギー。このカードはポケモンについてる限り無色エネルギー1個分として働く。このカードにつけてるポケモンがバトル場の相手のポケモンからわざわざダメージを受けてる自分には。へえ、なるほど、面白いカードだね。デッキ1枚引けるんだね。モココ、ポワルン、タタッコね、たこ焼きにしてクズこの野郎。お、ゴリランディング、これレアカードか。なんか意外と、なんかこんなんだっけ、レアカードってこんなギラギラしてたっけ、わかんないね。ポケカが久しぶりすぎて。ゴルーグ、あー、5ビットゴルーグ引いちゃってね。テントウムシ、経験下に、あ、コバルな、なんかすごいね、なんか立体的になんか 3DS みたいになって。コバルオンじゃな。で、シャクヤ、シャクヤって誰これ、ちょっとわかんなくなっちゃった。あ、アブちゃんね、ね、ハエ、うん、ややこま、ソルノリ、うん、なんかすげえわしがね、ポケモンバトルで負けた時みたいになってるな。あ、ガラルマタドガス、連撃の巻物、あ、これはあれだ、あれだな、多分なんだっけ、ウーラオスみたいな感じだな、これな、うん、あ、アブリボンちゃん来た、はい、ハートマーク、種棒、あ、メタ最初のね、これ何レアリティ、ダブルレアっていうの、ダブルレアがメタグロス V と。いやー、クロバド、どうなんだろう、今回のあのポケカも被らないようになってるのかな。で、カラマネロということで、まあ一応ね、これで多分バドレックス出てくるんですよね、ダブルレアで。だからそれは楽しみじゃな、普通にな。うん、メタグロス V でしたという感じでございますね。はい、どんどん行きましょう。うん、なんか前のポケカだとそのダブルレアとかは被らないみたいな感じだった気するんだけど、どうだろうね。はい、マイカね、カクレオン、コノハナ、キリの水晶、うん、かっこいいね。なんかあれみたいな、のディズニーランドのホーンテッドマンションみたい。そしたらゴースト来ちゃった。おたまろう、ダイソンの掃除機みたいなな、ダイソンじゃねえや。シママ、もう何言ってるか自分で分かんなくなっちゃった。ポワルン、はぁ、ちょ待って、これさ、うわ、最悪なんだけど、トリプル R みたいな。なんかこれ、レア枠でしょ、多分 SR みたいなもんでしょ、これ。多分箱に1枚しか入ってないんじゃないの。もう最悪なんだけど。ああ、なんでメタグロス、何、メタグロスデッキ組めってこと、これ、要は。ねえ、これでお前。組むぞお前、いい加減にしないとな。メタグロスデッキこれ2枚であんま話題聞かないんだよな。実際どうなんだろう、多分クロバドレックスの方がいいと思うけどね。で、わしのセフレ、ヤミラミ、エモエモンガ、マケンカニ、ゼブライカ、正義のグローブ、なこういうなんかね、グッズ系のカードもこれから集め直しだから大変じゃよな。ニューラ、ガマガル、うわー、もうエッチすぎ、もうベロベロ舐めちゃってるね、もうこんなのすぐに射精です。はい、なんでもないです、すいませんでした。メリープ、コダック、オトスパス、スパイラルエネルギー、なんだ
このカードは連撃のポケモンにしか付けられず、連撃のポケモンが付いているならトラッシュする。このカードはポケモンが、このカードはポケモンについている限り、すべてのタイプのエネルギー1個分として働き、このカードをつけているポケモンは麻痺になる。おお、すごい強いね。電撃系のなんかポケモンだったらかなり使えるみたいな感じなのかな。ちょっとよくわかんない。調べ直します。すいません、予備知識ゼロで取ってます。さあ続いて15パック目までじゃな。はい、ゴース、ヒノヤコマ、オタマロ、ブチコリ、ズミ、こいつ誰わかんなくなっちゃった。マイカ、マケンカにだんだんかぶってきたね。あ、来た、これが欲しかったの、コクババドレックス。次の相手の番、相手は手札から特殊エネルギーを出してつけられず、スタジアムも出せない。シャドウミスト、アストラルビット、相手のポケモン2匹にそれぞれダメ感を5個乗せる。あ、50ダメージってことか。こいつ使ってみたかったんだよね。かっこいいよね、コクババドレックスね。だからこいつで主軸のデッキ組んでみたいなと思ってて、ただどんなデッキかもまだ全然分かってないから、まあ、これからね調べていくかなって感じ。ああ、よかった、とりあえず1枚ゲット。でゴルーグ、モココ、ヤミラミ、ポワルン、ゴルダック、シャクヤ、シママ、ケケンカニ、サルノリ、クレセリア。あ、躍動感あっていいね、このクレセリアね。イラストが好き。電流、アブリー、もこの顔はぶっ飛ばしたくなる。ドガース、ラブカス、草取りグローブ。草に草生やしてるやつの W を消してくれるグローブらしい。ファイアローね。はい、これで15パック終了じゃな。残り15パック、とりあえず1箱目どんどんやっていこう。さあ行くぞ。レディアン、タタック、星ガリス、ゴリランダ、カトレア、タネボ、あ、ごわんわごわんわ、エモエモ、ダーティング、あ、スパイラルエネルギー、さっきも出たな。レディバー、ニューラ、躍動感がいっていいね、これね。なんかヒロアカみたいにね、ズザーって切ってるみたいなね。石詰め込むかお前。だんだんこう似たようなカード出てきたね。イニシエの墓地、お互いのプレイヤーはそれぞれ自分の手札からエネルギーやポケモン超ポケモンを除くにつけるたび、そのポケモンに、ああ、だからエスパーデッキだったらこれ入るみたいな感じに。なるほど、おー、いいカードだこれ。ガマガル、マイカ、メリープ、おっちょ、カトレアさんのこれサポートどうなの。自分の手札を好きなだけ選び、好きな順番に入れ替えて山札の下に戻す。その後戻した枚数分山札を引く。あー、なるほど、交換ってことか。要は自分の手札5枚持ってたら、その5枚を好きな順番に入れ替えて山札の下に戻す代わりに、その分引けるみたいな感じだ。まあ、だから手札持ってたら、手札いっぱい持ってたら有利版白なみたいな感じかな。カトレアはどうなんだろう、評価高そうだけどな、テキストだけ見ると。これ当たりだと信じたいです。あくまで信じたいじゃからな。ゴースト、カクレン、ゴビット、この花、霧の水晶、マタドガスということで、とりあえず大当たり枠はこれで全部出たかな。あとダブルレアが多分1枚入ってるかなって感じだな。さあ25パック目までいくぞ。ラブカス、アブリー、ちょっとピント、サルノリ、うわもう引いちゃった、ウォチルドン。でもこうやって見ると多分やっぱりあれだな、ダブルレアはかぶりない気がする。ウォチルドン引きました。でラチキーエネルギー、ニューラ、ヒノヤコマ、ヤミラミ、ゼブライカ、連撃うんぬん、シママドガス、もうほとんど引いた。え、マジいいの。え、トリプル R なんだけど。え、トリプル R って2枚出てくるの、マジ。え、ガチ。うわ、アドウィーン、トゥ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 シュビビビ。おふざけはこの辺にして、コックババドレックス VMAX のトリプルレア引きましたね。出るんだ、何枚入ってるんだろう、一箱に。ちょっと調べてみるね。めっちゃアドなんだけどこれ、ありがてえ。
コクババドレックスのデッキ組める嬉しいな、本当に嬉しい。もうポケカのルールもほとんど忘れちゃったけど、また勉強して、なんか周りの実況者がねめっちゃ始めてるんだよねポケカ、やっぱりだからわしもやりたいなと思って、さあラスト5パックじゃな、これで1箱目終了と。タネボウ、オタマロ、ロビット、カブレヒレね、え正義のグローブね、緑谷伊豆くんですよ、はい、はいはいはい適当になってきたな、もう見たカードばっかり出てくるからだんだん適当になってくるんじゃよな。欲しがりっすね、欲しがってばっかいいんじゃねえ、ネダルの勝ち取る、うわ最悪、みんな見てくれこの並び、欲しがりっすからの欲張りっす、もう最悪じゃな。バチコリ、マイカ、レディバ、ポワルン、カトレア、電流、この花、マケンカ、おえ？え、なんでこんなさ入ってんの？ダブルレア、ダブルレアってこんなに入ってんだっけ？一応え、ダブルレアって3枚じゃなかったっけ？4枚も入ってんの？マジ？え、4枚どころじゃねえや、ごめん5枚だ、あ、ごめん、嘘、4枚だったで、ダブルレアってさこんな4枚も入ったっけ、一箱に。え、ちょっと感覚が分かんなくなっちゃったけど、とりあえずゼラオラ V じゃな、ダブルレア。いや、ゼラオラも昔デッキ流行ったな、このゼラオラじゃないけど。クロスピスト100ダメージ。前の自分の番、このポケモン以外の連撃のポケモンが技を使っていたなら、相手のベンチポケモン1匹にも160ダメージ。ああ、なるほど。だからこのゼラオラ以外のポケモンで連撃、やっててな、連撃デッキとかあるんだろうな多分な、これも連撃だし、あーなるほどね、あーすげー勉強になりました、ちょっと調べがいがありますね。さあ次の一泊はレアカードにちょっとフォーカスして、動画撮っていこうかというふうに思うぞ。それじゃあ2箱目はレアカード以上のカードをね紹介していきます。まずレアカードから、マニューラ、カプレヒレ、ゲンガ、クレセリア、オトスパス、ゴリランダー、ゴリランダー、コバルオンじゃな。で、続いてダブルレア。ね、ハピナス V。ハピナスいたんだ。まあ、さっきのパックじゃ出てこなかったからな。自然回復。自分の手札からこのポケモンにエネルギーをつけるため、このポケモン特殊状態すべて回復する。ハッピーボンバー10プラス、このポケモンについてるエネルギーの数かける30ダメージ追加。望むならダメージ与えて正しくエネルギーを収める。はぁ、なるほど。エネルギーをつければつけるほど、ダメージが上がるってやつだ。いたなぁ、そんなカードもな。で、セレビー V。若葉の舞、自分の手札から草エネルギーを好きなだけ選び、自分のポケモンに好きなようにつける。一旦使うことによって草エネルギーをめちゃくちゃもうつけまくれるって感じだ、うん、スラッシュバック、このポケモンをベンチのポケモンと入れ替える。60ダメージ与えてベンチポケモンと入れ替えられるみたいな感じだね。なるほどね、結構面白いカードじゃな、セレビーな。で、ゼラオラ、コクババドレックス、これ2枚目、じゃあ3枚目ですね。コクババドレックス。トリプルレアと合わせて、3枚と。もうデッキ組めちゃうね。で、セレビー VMAX。これがトリプル R かな。うん。これいいね。このセレビーすごいいい感じ。で、この次。ででーん、トリプルレアのコクババドレックス。これで4枚じゃ。きたー、もう。バドレックスデッキ組めちゃうね、完全に。よかったー、とりあえず最低限は突破って感じ。うん、で、ズミと、これはね、買い取り調べたらね380円ぐらいだった、うん、で、問題のこのカトレアなんじゃが、これ買い取り調べたら1万1000円ぐらいじゃったから、多分当たりだと思う。なんか黒馬バドレックスのなんか UR みたいな、 HR だか UR だか分かんないけど、あっちはねめっちゃ高いっぽくて、その3番目ぐらいかな、カトレアは値段当たり、大当たりです。いやー、よかった、最高。ということで今回の大当たり枠はこんな感じかな。うん、めっちゃ良かったね、久々のポケカ開封。まあ罰ゲームって感じでね、購入してんのに楽しんじゃって本当に申し訳ございませんでも結構ね、このやっぱデザインとかもねすごい好きで、なんか対戦もね、なんかわしそのトレーディングカードゲームって基本的にそんな好きじゃないんじゃが、
ポケカはねガチでハマってたんで、もう一度ねポケカの闇にしっかりと入っていこうかなというふうに思います。ということでここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。